西武新宿線第2事件は2003年に起きた痴漢冤罪事件。西武新宿線で起きた痴漢事件で被告の無罪判決が確定した2件目の痴漢冤罪事件である。2003年2月26日の朝に西武鉄道新宿線の詐欺の宮駅から高田の馬場駅の間で中学2年生の女子が痴漢に会う事件があった。この事件で 同じ急行電車に乗車していた被害者の前に乗車していた男性 A が逮捕された。男性はコートがドアに挟まり引っ張り出そうとしただけと一貫して無罪を主張。物的証拠もなく証拠は被害者のスカートをめくられお尻を触られたという供述のみだったものの検察側は迷惑防止条例違反で起訴。弁護側は被告人の右側にいた男が 真犯人だとする、アナザーストーリーを展開。さらに、事件直後に申し出ていたものの、駅員が身元確認などをせずに立ち去った目撃者が、この手の事件としては珍しくキス後に名乗り出て、痴漢はやっていないと思うと証言した。さらに弁護側は、痴漢現場の再現ビデオを提出して、証拠として認めさせた、痴漢冤罪ネットワークなどの団体からの支援もあった。一方、 検察側からは、女性の供述以外の証拠は、ほとんどなく、裁判では、女性の供述の信用性が、争点になった。2004年5月10日、一新東京地方裁判所は、無罪判決を下した。藤井敏郎裁判長は判決で、被害者の証言の信用性について一貫していて、電部を触られたとの供述は信用できるとした上で、 被告人がコートを引っ張るなどの行為をしていたために男性を犯人だと予断した可能性を指摘して被害者の供述では犯人とはできないとした。一方、被告人は一貫して痴漢について捜査段階から否認していて供述の信用性を否定できずさらに他の証拠も合わせれば被告人の右側にいた男が真犯人である可能性があるとした。検察側は この判決に対して、控訴を断念して、無罪判決が確定した。ありがとうございます。